久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら、同業の平均給与より高い賃金水準を目指せ。うん、どういう意味ですか？まあ障害所得ってことですか？これはね、あの経営者に対して言ってるの。まあ、つまりね、儲けたいと思ってる経営者いっぱいいるでしょ、うん、たくさん利益を上げたいっていう経営者もいっぱいいるわけで、優秀な従業員を雇いたいって言ってる経営者もいっぱいいるわけ、うん、でも従業員にね、同業以上の給料を払いたいって言ってるね経営者少ないの、うん、要は優秀な従業員がいないのは、同業者よりも低い給料を払ってたらね、集まるわけがないじゃん。で、社員に同業者よりも高い給料払おうと思うってことは、たくさんの利益が出なきゃいけないしね、払おうと思うから、まあ実際は払うんだけどね、払っていけるようになると急にいい人材が取れる、うん、ってことはだよ、集まんないっていうことを言ってる会社っていうのはそもそもね給料低いの、うん、でそれは利益が出てない。でそもそも目標設定がね、儲けようとかね、いい人材入れようとかって思うんじゃなくて、そう、平均給与、同業者の平均給与以上を目指すっていうところに持っていけると、突然ねいい人材が集まっちゃう。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ売上が成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。